はい、山口県の魚屋玄房です。今回はこのトラフグの白子、こちらの方を調理していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、今回トラフグの白子をもらったのは茂メス鮮魚店っていう、お魚屋さんです。宇部魚市場の組合の組合長もされてます。茂メスさん、どうもありがとうございました。梅じゃなんかしたことないですか？あ、今日はね、はい、美味しい梅のキス丼、あと豚エビね、はい、それからメゴジの唐揚げありますんで、ぜひ来てください。はい、美味しいですよ。産地消、間違いないです。しげみすさんのお店の紹介は概要欄に貼っときます。よかったら覗いて行ってみてください。しげみすさん、どうもありがとうございました。今回、フグの白子のお刺身を作りたいと思ったのは、宇部の飲食店さんで食べて、すごい衝撃だったんで、作ろうと思いました。イエーイ。で、まあそのフグの白子って皮が本当はあるんですよね。それをちょっと特殊な方法で取り除いてます。その特殊な方法はちょっと今回は食べてみて、よかったら次回教えたいと思います。ちなみに今カメラマンは年長さんのうちのチビです。チビ言うな。カメラマンさん何歳ですか？6歳です。はい、それでは早速さばいていきたいと思います。白子、レッツゴー。レッツゴー。それでは今回はトラフグの白子の焼き白子を作っていきたいと思います。とりあえず薬味の白ネギをちょっとみじん切りにしていきますんで、これはなんか100均に売ってるやつですね。これをどうやって使うんやろ、これ。知りません。こんなんでこれでも切れちゃうんかね。切れてます。よし、あとはみじん切りにしていくぞ。おー、包丁は、この気まぐれクックさんの包丁を使っていきたいと思います。やっぱりですか。よし、いくよ。はーい。うわー、めっちゃ切れる。シャキ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 、切らんようにやって。はーい。見たら痛そう。もういいかね。そろそろいいんじゃない。もういいですか。はい。隊長、隊長もういいですか、こんぐらいで。はい、了解です。次にごま油。正解、イエーイ。先ほど切ったネギにごま油を少々。少々？いっぱい。はい、こんぐらい。適当、適当です。適当なの。はい、ネギも入れます。この人は適当マンだから。ネギも入れます。よし、オッケー。はい、イエーイ。めっちゃ簡単、ネギとごま油だのみ。ちょっとこれ塩を入れたんがいいと思うよ、多分。塩味付け、うん、味付けじゃなくて普通の塩。塩はヒマラヤ岩塩を入れていきたいと思います。要するにあのレバー、昔レバー、生のレバー食べれましたよね。そんな感じで食べていきたいと思います。白子のお刺身をちょっとあんまり入れたら可能なのかもしれない。よし、オッケー、タレの完成。あとタレ、ちょっとごま油が少ないかね、これ。毎回うるさいな。はい。なんだと。混ぜ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 。タレ完成。出来上がり。出来上がり。次行こう。次行こう。レッツゴー。レッツゴー。フグを切っていきたいと思います。卵じゃないんか。フグはもうさばいてあります。いや、フグの白子やけ今日は。ちょっとさっき試し切りしました。ちっちゃ。そんな感じな。中が怖い。よし、てっきり、てっきり味。これでもいっぱい食べたらね、痛風になるんで。痛風って何？は？痛風って何やっけ？ちょっと今これは特殊な切り方？特殊な切り方？切り方じゃなくて特殊なさばき方？そう、フグの白子には薄皮があるんで。薄皮って薄い、絶対口に残ると思うんで、ちょっと特殊なやり方を
知ってみました。なんかかまぼこ、ちょっとこれは本当 YouTube 史上初かなっていうぐらいの、感じです。真ん中がかまぼこみたい。はい、こんな感じでできました。フグの白子のお刺身。フグの白子のお刺身は YouTube には載ってなかったんで、今回動画にアップしてみました。ちょっとこれは一旦冷蔵庫に冷やしてあと食べます。はい、一晩塩水につけておいた白子を、こちらは、白子の焼きを作っていきたいと思います。チンペーパーで水気を取っていきます。うわ、これめっちゃうまそうよこれ。はい、アルミホイルを出していきます。こうして、ここに塩を振って、はい、ここでもヒマラヤ岩塩の登場です。ここに岩塩を振りかける、お塩を少々ダジャレみたい。あとはこれを焼いていくだけだ。レッツゴー。よし、あとは焼くだけです。それではこちらの白子を焼いていきたいと思います。クローズ、何分焼いたらいいのか分かんないで適当に10分ぐらい焼いてみます。チーン言ったんでちょっと様子見てみます。ちょっとなんかホイールで焼いたら水気が出てきたんで直火焼きしたいと思います。いい感じに焼けてます。焦げ目がつくともう食べれると思います。パンを焼くやつだったら焦げ目がつかなかったんでグリルで焼いていきます。さよなら。じゃじゃーん、できました。一口大に切って食べていきたいと思います。はい、トラフグの白子のお刺身とトラフグの白子の焼きできたんで食べていきたいと思います。なんかトラフグの白子は焼いたらなんかぐちゃぐちゃなりました。すいません、素人で。これにポン酢をかけて食べていきたいと思います。ジュ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 、わー、種がいっぱい入った。トラフグの白子には白ネギとごま油と塩を少々加えた特製のタレで食べていきます。食べる人、はい、食べる。マジ、トラフグの白子はコレステロールがとても多いのであんまりたくさん食べない方がいいって言われてます。コレステロールって何ですか。プリン体。熱くないかねこれ、大丈夫。クリーミーやけ。それではトラフグの白子を食べていきたいと思います。うん、トラフグの白子は数十年生きてきてこの前初めて飲食店で食べたので自分でチャレンジしてみました。トラフグの白子は新鮮な白子ではないと、食べられん。そうですね、食べれないんで、あと免許を持ってる方とかそういう人の元にちゃんと食べてくださいね。ヒガンフグとかクサフグとかコモンフグとか山菜フグは食べてはいけない白子とかありますんで皆さん気をつけてください。うん、うまい。大人が食べる味ですか。続いて焼きの白子を食べていきたいと思います。さっき食べたけどね。どうやった。酸っぱかった。最後に味見が来てね、酸っぱかった。うん、焼きの白子の方がやっぱ美味しい。うん、どっちもまだ食べてないんですか。これ食べん方がいいと思うよ。これちょっとやっぱ生やけ。なんで生な。お刺身。トラフグのお刺身。生やったらさ、お腹壊すだろ。うん、トラフグのやっぱこれ焼いた方が美味しい。うん、美味しい。焼きの白子の方がやっぱその皮目が香ばしくてなんか美味しいです。うん、美味しいですか。うん、タレが入っちゃったか。うん、タレちゃんと出せよ。うん、めっちゃ美味しい。さあ今回の動画はいかがだったでしょうか。トラフグの刺身、トラフグの白子の焼き、個人的には焼きの方がとっても美味しかったです。くれぐれも、フグの白子を食べるのも事故があってはいけないので、本当専門家とか、免許を持っている方のもとに、食べられてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してね。よろしくお願いします。それじゃあね、またね。バイバーイ。